柳沢峠は山梨県甲州市にある峠。標高1472メートル。国道411号が通り、東海道の最高地点でもある。晴天の日はこの峠からの富士山の眺望はよく、撮影ポイントとしても有名である。江戸時代まで、大梅街道は、この柳沢峠ではなく大菩薩峠を経由していた。大菩薩峠は、 道幅も狭く通行も困難な大梅街道最大の難所であり、遭難者も多く出していたが、甲州街道よりに里短く、関所がないこともあり、利用者は多かった。沿山側の麓には、萩原口止め番所跡がある。江戸から甲府に至るには、甲州街道を経由する場合都県境と、笹子峠の二つを越えなければならないが、甲州浦街道というべき、 大梅街道経由ならば、大菩薩峠だけを越えればよい。峠の標高は、公衆街道経由の方が、低いが越える回数を考慮すると、大梅街道経由にも利点があることも挙げられる。明治になり、県令、藤村志郎の主導によって、民費で道路改修を行うことになるが、大菩薩峠に車道を通すのは困難だったため、1878年現在の、 柳沢峠経由の道路を改作した。改作後、大梅街道はルートを大菩薩峠経由から柳沢峠経由に変更された。現在でも大梅街道の要所であり、中央自動車道や甲州街道の混雑時には、東京方面に抜ける回路として、交通量が多い時がある。最近では、2012年12月に発生した。 中央自動車道笹子トンネル天井板落下事故で、道道路が約2ヶ月にわたり通行止めとなった際にも迂回路の一つとして機能した。しかし、現在でもオイラン淵より、西側は勾配が8%程度の急峻な山道である。また柳沢峠を越えると、列石温泉に着くが、峠の甲府盆地側もかなりの急勾配である。特に冬季は、 この峠の前後の山間部は積雪や凍結の条件も重なるため車両の通行にはタイヤチェーンやスノータイヤの装着が必要となる。峠には公営駐車場、トイレ、売店がある。ただし公衆電話はなく携帯電話も電波の状態によっては県外になり通話ができなくなる。なお、峠北側一帯は多摩川の源流域に当たるため、 東京都水道局の水源林に指定されている。また、峠町場の大梅街道沿いに石碑が建てられている。ありがとうございます。